はい、とも、えみです。本日も短髪男子の物語続きからやっていこうと思います。前回は外ルンルンとちょっと18禁なスチルをね見ちゃったんですけど、いやもう最高でしたね。これギャラリーで見れるのか、もしかして。あ、そういうこと、あ、そういうことっぽいな。え、ちょっと待って、見よう、ちょっと18禁のやつ。はい、来たね。ごめん、笑っちゃうこれ見るとよし、じゃあ行きましょう。18期見たところで、前回は外ルンルンの温泉から帰ってきたところで終わったんだよね。で今ここなんだよね。ふう、満腹満腹。やっぱり食堂は安いししっかり食べれていいな。さて次の授業まで何をしようかな。そういえば昼休みに教室に行ったことな、行ったことってないな。せっかく時間もあるし少しだけ覗いてみよう。昼休みに先生来た時って結構絶望的な感じするんだけど、なんか嫌だよね。落ち着かない。あらら、全然人がいない。意外と教室にいないもんなんだな。え、マジで？え、みんなアウトドア？あれ、草壁先生誰？あ、行った、サトルンル。あ、高山くんに吉川くん似てるな。すっごい雰囲気似てる。どうされたんですか？誰かお探しですか？キャラかぶりしちゃってるよ。特に用はないんだけど、ちょっとね、休み時間にクラスの様子を見に来たことがなかったからさ。ほとんどいないようだけど、みんな食堂なのかな。そうですね、あとは部活のミーティングとか昼練ですよ。教室はだいたいいつもこんな感じです。へえ、ふーん、そうなんだ。2人はお弁当中？男子校ってそうなの？はい、ご飯を食べながらゲーム談義をしてるんです。ゲートもなんだ、いいね。ゲーム談義ってテレビゲーム？スニッチとかプレスポ5の話なのかな。いえ、そんな最新ハードの話じゃなくて、メガサータンやゲームボックスとかの昔のですよ。うわ、知らないな。え、それって僕が生まれた頃のゲームだよ。二人ともやったことあるの？もちろんですよ。僕の家には初代フレコンがあるくらいですから。この別さ、教育実習生だから20、そんな年の差ないからそんなないよ。おお、まさかフレコンまで持っているとは。ってことは吉川くんもフレコンを持ってるの？さすがにフレコンはないですけど、初代プレスポならありますよ。もちろんプレスポ5も、ま、持ってます。すごい、プレスポ5当たったんだ抽選。へえ、吉川くんも結構ゲームをするんだね。なんか意外だな。そうですか、ゲームや漫画は大好きですよ。うん、普通にオタクっぽい。そうなんです、吉川くんってかなりのゲーマーなんですよ。アニメや漫画も僕以上に広く抑えてるので尊敬しちゃいます。それは言い過ぎだよ。こっちの方がすごい佇まいがオタクだ。こいつ絶対オタクだ。ごめん、めっちゃ偏見。2年1組高山としみつ、2年1組高山としみつ。あ、2人きりになる。たとルンルンと至急職員室の見かけのとこまで来なさい。え、僕また何かやっちゃったのかな。またっていつもやらかしてるの？ドジっ子だったっけ。気がついたらそれはもういろいろと、決してわざとじゃないんですけど。とりあえず早く行った方がいいと思うよ。まだ何かあったって決まったわけじゃないし。そうだね、行ってきます。いいよ、二人きりになったよ教室で。さて吉川くんはこれからどうする？高山くんが戻ってくるまで僕が代わりにゲーム談義に参加しようか。え、先生もゲームをするんですか？もちろん、ゲームボックスと発展堂72は持ってるよ。あ、でもプレスポ系はあんまりかな。へえ、そうなんですね。先生はどんなゲームをされるんですか？そうだな、よくするのはアクション系だけど、パズル系が好きかな。なるほどね。アプリだとつむつむとかそういう感じか。定番だけど、ぽよぽよは結構得意だ。ぽよぽよ、かわいいな。ぽよぽよですか？僕も大好きです。12連鎖は余裕です。私、ぽよぽよ苦手。なんか体験版やったけど、わけわからん。12連鎖？それはかなりの腕前だね。勝てる気がしない。吉川くんは他にどんなゲームが好きなの？そうですね、ある程度何でもしますけど、持っているのは RPG が多い気がします。今まで一番面白く仕上げたのはゲームボックスのラピクロですね。なんか多分もじってるんだけど分かんないな全然。ラピクロってもしかしてラストドリームラピスクロニクル？僕もやったことあるよ。あれは確かに面白い。もう全然分かんない、二人の世界に入らないでくれない？ですよね。音楽もいいですし、ゲーム性も素晴らしいと思います。今もたまに出しては最初からしたりしてます。プレイしてた頃は最強装備を作ったり全キャラを育てたり何十時間も遊んでたもんだな。草壁先生もですか？なんだか嬉しいですね。もしよろしければ今度一緒にマルチプレイしませんか？
それいいね、僕も久々に誰かとやりたいな。いいねいいね。あ、でもん、どうかされましたか？同じ趣味すっごいよ。いや、こういうのは約束したらダメかなと。いいいいいい、だって教育実習でしょ、いいよ。あ、そうですよね、先生ですもんね。山田先生じゃない。遊びたいのは山々なんだけど、ごめんね。いえ、気にしないでください。今まで誰かと一緒にやったことがなかったので、思わず舞い上がってしまいました。この人が教育実習終わればただのね、他人になるから。大丈夫、彼氏になればいい。マルチプレイしたことないの？高山くんかととかと一緒に遊んでるのかと思ったよ。それが高山くんは。あ、戻ってきた。ただいま。あ、高山くん、おかえり。呼び出しは大丈夫だった？大丈夫ではなかったです。なんで三影先生に呼び出されたの？この前の社会の授業で宿題の回収があったでしょ。現代社会の授業のこと？確かプリントを提出したと思うけど、それに何か不備でもあった？うん、僕ちゃんと提出したつもりだったんだけど、提出したプリントがこれだったんだ。何何？暖かい地域と寒い地域の暮らし？どこからどう見ても小学校の宿題で、え？高山歩ってこれ、高山くん、あ、弟？うん、僕の弟のプリント。なんでこんなとこに紛れてたんだろう。帰ってから弟に謝らないとな。うわ宿題紛れるって、どんな家？そんな散らかってる？どんまいだよ、高山くん。提出する方のプリントはどうしたの？多分ですけど、弟が持っていると思います。お互いドジっ子なのか、弟も。三影先生は明日でいいって言ってくださったので、帰ってから確認します。そっか、なんとかなったならよかったよ。こっちは高山くんがいない間、ゲーム談義を続けてたんだ。え、そうなんですか？いいな、何のゲームの話をしてたんですか？あの、先生。ぽよぽよとかラピクロの話かな？高山くんはラピクロ知ってる？もちろん知ってますよ。ラストドリームシリーズですよね。え、どうしたの？悟れぬ。それそれ、高山くんもやったことあるの？もちろんですよ。話題作だったので一応最後までクリアしました。そっか、じゃあ。他のシリーズは好きなんですけど、あれはストーリーがいまいちでしたね。一人で進めていく面倒な部分。あー、そういう感じで、正直周回プレイしなくてもいいかなと思いましたよ。あー、違うね、意見が全く。まあ捨て曲はなかったですし、世界観も嫌いではなかったです。エフェクトもハードがゲームボックスの割には随分と綺麗でした。あ、私苦手だな、こういう高山くんみたいなタイプ。そっか、僕は結構面白いと思ったんだけどな。あ、ごめんなさい。うん、個人の感想だからね。曲や世界観がいいってのは同感だよ。そういえば、吉川くんはラピクロやったことないんだよね。え？うん、まだやったこと。え、なんで嘘つくの？どういうことだろう。さっきは大好きだって言ってたのに。あの先生、もしかして何かあったのかな？よくわからないけど、話を合わせておこう。確かさっきそう言ってたよね。もし気になったら今度やってみよう。はい、やってみます。なんでラピクルやったことあるないでその嘘つく理由なんだろう。あ、もう予定だ。そろそろ授業の準備しなきゃ。そうだね、僕も用意しなくちゃ。じゃあ二人ともまた後でね。はい、もしよろしければまたゲームの話をしましょうね。うん、またお昼休みにお邪魔しようかな。日下部先生、すみません。え、何かあったの？うん、なんでもないよ。じゃあまた後でね。二人だけど秘密にしたかったとか。なんだろう、なんだろう、悟れんねん。どういうこと？お、夜。あー、もうお腹ペコペコ。今晩は何にしようかな。食材はあるし、ある程度なら何でも作れそうだけど、今日はとにかくすぐに作れるものがいいな。あそこにいるのって悟れんねんです。悟れんねんです。おーい、吉川くん。え、あー、草壁先生。やっぱり吉川くんだった。部活の帰り？はい、先生もですか？うん、そうだよ。今日もお疲れ、練習お疲れ様だね。そうだ、せっかくだし今日もう途中まで一緒に帰ろっか。あ、はい。どうしたんだろう。サトルンルンルートに行ってるんだけど、おー、新しい廃棄来た。車止まってる。なんか怖いこの車。っていうことがあってさ、その時は結構大変だったんだよ。そうなんですね。なんかずっと冷や汗かいてる。ねえ、吉川くんはどう思う？はい、僕もそう思います。そう思うってどう思うの？はい、そうで、全然話聞いてなくない？どういうこと？この前銭湯で僕の体をずっと見てたよね。
そうですね、僕のこと、大好き、はい、そう思います。吉川くん絶対何かあったんです。そうですね、どういうこと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 ちょっと待って、サトルーヌがなんか頭おかしくなってる。名前を覚えて叫ぶ。くすぐってみよっか。おりゃー、あ、いいよ、いちゃ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 、来た。な、何するんですか。ちょっとしたいたずらだよ。いたずらって急にそんなことされたらびっくりするじゃないですか。だって吉川くんってば、さっきから僕が何を言ってもそうですねしか言わないんだもん。僕のこと大好きって聞いた時もそうですねって答えてたし。一体どうしたの？学校で何かあった？いえ、別に、その、本当に言いたくないなら言わな、話なら言わなくていいけど、相談に乗ってもいいことなら話聞くよ。草壁先生。お、新しいセル、あー、いい、いい笑顔。その、今日はありがとうございました。今日？一体何の話？その、僕がしょうもないことで嘘をついて、先生がそれに話を合わせてくれて。もしかして昼間の高山くんの話のこと？はい。ああ、なんだあのことか。びっくりした。あまりにも浮かない様子だったから、もっと重い話なのかと思ったよ。知らないふりをしたけど、あれでよかったのかな？はい、とても助かりました。ありがとうございました。それならよかったよ。お礼を言われるようなことしたつもりはないんだけどね。でも、なんでわざわざあんな嘘をついたの？本当はラピクロが大好きなんだよね。もちろん大好きです。でも、好きって言えなくて。言えない？何があったの？いい！この表情いい。高山くんとは前にもラピクロの話をしたことがあるんです。はい。その時僕が一番好きなゲームだってことを言う前に、今日みたいなことを言われ、なるほどね。自分、ああ、そういうことね。確かにそれは言えないわ。今日みたいなことってラピクロが微妙だってこと？はい。それで高山くんから僕はどう思うのかって聞かれて、まだやったことがないって言ってしまったの。はい。なんでまたそんな嘘を言ったの？僕は好きだけどって言えばよかったんじゃない？好みの問題だし、人それぞれ違うことだと。でも私もなんか、やーで、どうだろう。言いにくくはあるな。うん、確かに。そうですよね。こんな些細なことで嘘をついて、自分でもバカだったなって思います。でも些細なことでも嫌な思いをさせたくなかったんです。嫌な思い？僕がラピクロを好きだと高山くんが知っても知らなくても、それについて高山くんは特に気にすることはないと思います。でも高山くんが友達の好きなものを否定しまったって思ったら、そう思わせてしまうかもって考えたら素直な気持ち。うわ、優しすぎるな。サトルンルーは優しすぎる。めちゃめちゃ考えてんじゃん、人のこと。だって友達の好きなものを本人の前で否定してしまったら、普通は気まずくなりますよね。今日だって高山くんが先生に謝ってましたし。気まずいかもだけど、それぐらいよくあることだと思うな。深く考えすぎじゃないかな。そうですよね。それは自分でも分かっているつもりです。でも、これでいいんです。嫌な思いはしたくないですから、自分が話を合わせることで、みんな楽しくやっていけるなら、それで。吉川くん。そんな顔しないでください。自分で決めてしていることですし、慣れっこですから。そっか。吉川くんがそう言うならそれでいいと思うよ。ちょっと嘘をつくことぐらい誰にでもあるからね。まあ優しい嘘だしね。吉川くんは優しいんだね。優しい？そんなことないですよ。だって嘘をついてますし。ううん。だってその嘘は相手を思ってのことでしょ。それって優しさなんじゃないかな。それは。でも自分を大事にすることは忘れないでほしいかな。自分を大事にするですか？うん。それだけニュアンスで伝わればいいんだけど。わかりました。うん、ありがとう。あ、そろそろ吉川くんの家だね。そうですね、今日はありがとうございました。それじゃあ失礼します。うん、さよなら、また明日ね。なんかいいじゃん、普通にまた急接近した感じ。相手を傷つけたくないからの嘘、ないからの嘘か。あーは言ったけど気を回しすぎなんじゃないかな。自分を、無論にしている節があるから、ちょっと心配だな。すっごいお腹鳴るね、先生。お腹がそろそろ限界のようだ。僕も早く家に帰ろう。
まだ終わらないのか。結構行ったと思ったんだけど、でこれでまた次の日になって、急に済んだ6月4日。うわー眠い。早く来てまですることもないし、こんな時間に出勤しなくてよかったな。あと20分長く布団に潜り込んでいれば。お、いいね、見に来てんだね。お、野球部はアスレンをやってるのか、吉川くんも練習してるのかな。うーん、ここにはいないみたいだな。え、練習サボった。職員室まであと少し。そしたらクーラーの下でのんびりと。草壁せ、あー来た、野球姿のサトルヌ名前が一瞬出てこなかった。おはようございます。あ、おはよう吉川くん。やっぱり吉川くんも朝練中だったのか。ちょうど今終えたところです。結構汗かいたんで服を洗って干しておこうかと思って。洗濯もできる、いい男。今日は本当に暑いもんね。僕も結構汗をかいたけど吉川くんはそれ以上だね。洗うって言ってたけど今から全部するの？いえ、さすがにそれは時間がないので、とりあえずアンダーだけでもと。それじゃあちょっと失礼しますね。あっ、あっはぁいちいちサトルンルンのスチル、エロいな。え、な、エロいな。すっげえエロ。いや、いい体してんな。はぁ、やっぱり服を脱ぐとすっきりしますね。校内でそんな18禁なことすんな。そりゃ長袖だもんね。下にも結構熱がこもらない？そうなんですよね。普通は下も脱ぎたいところですけど、さすがにそうはいかないですから。僕は別に脱いでも問題ないと思うけどね。夏場にパンツ姿で授業を受けている人もいたし。嘘でしょ、それは。さすがに嘘。今でもいますけど、自分がすると考えると、マジで？ちょっと恥ずかしいですね。男子校ってそんな感じなの？僕も裸姿でいるのは抵抗あるかな。見ての通り、ガタイがあんまり良くないしね。それに比べ、吉川くんって筋肉のつきがいいよね。うん。めちゃめちゃいいよ。ここも、胸筋もすごいもん。え、いきなり何を言い出すんですか？いや、前に銭湯で見た時も思ったたんだ。気、骨、ってわけじゃないけど、バランスよくついてるなって。そうですか？小学校の頃から毎日筋トレは続けてるので、そのおかげですかね。なるほど。そりゃ筋肉のつきもいいわけだ。僕なんて野球をやめてから筋肉の代わりに無駄物がつい、え、そんな、先生も結構いいガタイしてたじゃん。あはは、やっぱり継続は大切なんですね。ねえ、ちょっとさ、え、本当に、別に構いませんが。先生、あざと、天然、あざと、うわ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 、おお、腕、服の上からじゃ分からなかったけど、腕周りの筋肉が特にすごいね。細くて、がっちりしてるのかと思ったけど、触ってみると結構厚みがあるんだ。草壁先生、くすぐったいですって。ごめんごめん、つい触りすぎちゃったよ。僕のと比べるとあまりにも違うからさ。そうですか、そんなに変わらないと思うんですけど。何言ってるの？全然違うよ。ほら、比べてみてよ。比べてって言われても、じゃあ、失礼。え、触るの？どこ触るの？確かに先生の方が柔らかくはありま、あ、変わらないんだよ。ね、卒業後も運動してないと、吉川くんもこうなるんだよ。ああ。おー、いいスチルをいただきました。ここでも脱いでる。服の上からじゃあんまり見えないけど、太ももの方もすごそうだね。そうですかね。あんまりジロジロ見られるとなんか恥ずかしいです。あれ、メガネも外しちゃってる。そういえば、よーっす、サトルに、アキちゃん、さっきから何イチャイチャしてんだ。お、さては朝から浮気だな、ペコ。あー、この子無口の子か。おはよう二人とも。って、浮気ってなんだよ。別にイチャイチャなんかしてないって。おやおや、さっき体を触り合いっこしてたのは見間違いなのかな。てっちゃんが見たら泣いちゃうぞ。え、浮気、てっちゃん、ホスヤくん、いつから見てたのさ。別に、うれしいことはしてない、やましいことかな。は、わかってるから、心配すんなって、アキちゃん。ま、もしちょめちょめするって時は、みんなが見てないと、見えないとこで頼むぜ。言い方が古い。コウスケ、からかうのはほどほどにしてくれ。え、待って、やっぱてっちゃんと浮気って、てっちゃんと仲良くて、え、どういうことだろう。へいへい、そんじゃお二人さ、また後でな。邪魔した。いいね、クール、かっこいい。謎が。まったく、コウスケのやつは変なとこ見られちゃったね。ごめん。いえ、先生のせいじゃないですよ。それに先生も言ってましたが、別にやましいことはしてませんし。
そうだ。あ、先生は赤くなった。あ、そうだ。1時間目の準備、授業の準備あるからもう行かなくちゃ。そうだったんですね。僕も早く服を干して着替えないと。そうだね。それじゃあまた後で。はい。いい絵をまた見せてもらいました。はい、じゃあ今回はここで終わろうと思います。いや、まだ赤くなってるし、可愛いかよ。